皆さん、明けまして、おめでとうございます。今年も、よろしくお願いします。はい、ということで皆さん、今年は2022年ですね。皆さん、2021年、どうでしたか？ロイさん、どうでしたか？なるほど。はい、ロイさん、いい感想ですね。ありがとうございます。まあ、ということで、まあ、2022年も皆さん、よろしくお願いしますと。まあ、そうですね。僕は、2021年は、まあ、ちょっと、チャレンジの年だったんで、まあ、すごい、チャレンジできたことが多かったので、すごい良かったと思っております。はい。ロイさんは、どうでしたか？なるほど、ロイさんもいい感想ですね。はい。ということで、2022年も皆さんよろしくお願いします。はい。メンバーがいないだって？そうですね。今回、2022年は、紅白で、ちょっと勝負しようかなって思ってます、皆さん。ということで、後ろ、いる、だめ、消えろ、お前。ということで、赤チーム、過去、しんのすけチームの入場でーす！どうぞー。さあ、いいですね。しんのすけくんチームが来ましたね。しんのすけくんと、アイコ、ムチソース、ザビエル、潜入者と、はい、いいですね。いい顔ぶれですね。皆さんには今から勝負してもらいますけど、大丈夫ですか？意気込みは。いろんなジャンルでやるんですけど。はあ、大丈夫だった。なるほど。よかったよかったよかった。ではね、赤チームの方々はそちらの端の方に寄ってください。はい、邪魔なんで。あ、逆逆逆、こっちね、こっちね、こっちね。はいはいはい。はい、ということで、続きまして、白チーム、かっこ、トラ太郎チームの入場でーす。さあ、来ましたね。トラ太郎、ジューン、大気 RPG、カード、カメ。あと一人は、ベンジャミンと、さあ、白チームの皆さんですね。白チームの皆さん、勝負の方は、自信ありますか？ああ、ありますか。ああ、いいですね。ではね、ちょっとそちらの方に行ってもらいたいと思います。はい。では皆さん、実はですね、今回、勝ったチームには、お年玉をプレゼントします！お年玉をプレゼントします。なんと、総額、そうだな、そうだな、1000万円まあ、とりあえず、皆さん、今日はバチバチに戦ってもらいたいと思います。で、ちょっと、睨み合ってほしいな。よーし、ということで、皆さん、睨み合ってますね。今日はね、スポーツマンシップにのっとり、すごい戦いを期待していますからね。あれ？ベンジャミンだけ余ってる。ベンジャミンは、僕と一緒にやろうな。ということで、お前ら、第1回戦。第1回戦は、でれれ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 。でん。しんのすけ、虎太郎の、紅白歌合戦！いいですか？僕と、ロイくんが審査員になります。いいですね。そこで一番高い順位を出したチームが、勝利です！ということで、では赤組のしんのすけさんからステージの方に上がってください。はい、ではしんのすけさん、今回何を歌うんですか？私が今回歌うのは、皆さん一度は聞いたことあるあの名曲、ゾウさんですね。おー、ゾウさんだと。なるほど。ではしんのすけさん、お願いします。はい、それでは聞いてください。しんのすけでゾウさん。ゾウ
さん、ゾウさん、お花が長いのね、そうよ、母さんも長いのよ。バオーン、ゾウさん、ゾウさん、誰が好きなの？みんな、今日は僕のライブに来てくれてありがとう。もう2022年になりましたね。皆さん、今年もどうぞよろしくお願いします。素晴らしい歌声でしたね。みんなもそう思うだろう。では、虎太郎さん、今回は何を歌いますか？じゃあ、さっき翔平さんが口挟んでた猫で。おー、猫だと。はい。では、虎太郎で、猫。夕焼けが燃えてこの街ごと飲み込んでしまいそうな今日に、僕は君を手放してしまった。明日が不安だ、とても嫌だ。だからこの僕も一緒に飲み込んでしまえよ、夕焼け。だけどもそうはいかないよな、明日ってうざいほど来るよな。眠たい夜になんだか笑っちゃう。家まで帰ろう、一人で帰ろう。昨日のことなど幻だと思う。君の顔なんて忘れてやるさ、バカバカしいだろう。そうだろう、君がいなくなった日々も、このどうしようもない気だるさも、心と体が喧嘩して頼りない僕は寝転んで猫になったんだよな。君はいつかふらっと現れてくれ、何気ない毎日を君に染めておくれよ。素晴らしい曲だ。お前らもそう思うだろう。お前らもそう思うだろう。いい曲だったよな、お前ら。なんて曲だ。敵ながらバレた。これは使われてる。そう思うだろう。本当に審査員のロイさん、どうでしたか？なるほど、ありがとうございます。ロイさんも喜んでおります。ではちょっと審査員のね、一応僕やってるんで審査員決めたいと思います。ではしんのすけさん、虎太郎さん来てください。さあ、なかなかにいい曲だったな。シンさんもうまかったよ。ああ、では面白だ。いきます。赤組しんのすけ1点なに俺のポンタが出たのそんなバカ。白組トラ太郎1点うわぁ、同点という形になりましたね。では同点ということでお互いポイントはなし。うん、素晴らしい、いい戦いだ。では続きまして、アイコ VS カメ。さあ、ちょっとお互い似ている同士、今回ちょっとマッチングさせました。二人にやってもらう競技は K1 でございます。お互い倒れるまで殴り合ってもらいたいと思っています。では会場の方に行きましょう。ついてきてください。では、K1 会場に着きました。さあ、皆さん席についてください。さあ、すごい大盛り上がりのベンチ。人は少ない。ということで、赤川アイコー
さあ、愛子選手、愛子選手、体重190センチ、体重190センチ？アイコー！白チーム、伝説の水の生物、カーメー！ということで、両者睨み合ってください。さあ、両者睨み合って、睨み合って、さあ、挨拶をしましょう。おっと、二人で可愛らしい花火を打ち上げました。さあ、ということで握手が成功しましたね。さあ、お互い後ろの方に戻ってもらって、さあ、ラウンドは1ラウンドのみ、1回でも倒れた方がアウト。さあ、レディーファイト、テン。さあ、なりました。さあ、カメ、アイコ、お互い様子を見ていますね。さあ、ここからどうする？どうする？どうする？さっきの戦いとは違って、勝敗がついてしまう戦いだ。さあ、ここで飛び道具を投げてきた。これはまずいんじゃないか？ひるんだんじゃないか？アイコ。さあ、ひるんでおります。その隙に亀が近づき、一発右ストレート。さあ、食らってしまった。さあ、アイコはどうする？まずいぞ。おっと、回転、回転切り。さあ、ひるんでるところにアイコの強烈なつる足が刺さっていく。さあ、睨み合って睨み合って、さあ、亀が近づいて、お金配り始めたぞ。さあ、お金に夢中だ、アイコ。どうする？さあ、ここで右ストレートさあ、どうする？続いてアイコ。このままではアイコ負けてしまうぞ。順番的にタイム、ここでタイム入りました。タイムです。ベンチに戻ってください。さあ、作戦会議が行われます。ええ、さあ、作戦会議です。さあ、どうしますか。おっと、仲間の熱い視線が送られていますね。アイコチーム、続いてカメチーム、何か話していますね。おっと、冷やしておりますね。みんな優しい、ちゃんと冷やしております。さあ、どうする。おっと、潜入者が相手チームに近づき、お、一発殴りましたね。これはひどい技だ、今のは乱闘騒ぎになるのでは。これは、おっと、これはなんかもう乱闘になりそうだ。やばいぞ。レディーファイト。追い込まれているのはどちらのチームだ。人数が多すぎてわからない。お互いのリーダーがなくなっていく。さあ、ここで残されたのは潜入者ガードチーム。お、ここでカメチームの勝利ですね。おめでとうございます。おめでとうございます。本当にカメチーム、カメ全く何もしないんですけども、おめでとうございます。はい、実況席のロイさん。あー、なるほど、いい感じっぽいですね。まあ、ということで、カメチーム、トラ太郎チーム、赤チーム1点獲得です。赤じゃね、白だ。おめでとうございます。ということで、次の戦いに行きましょう。では、続いての勝負をしたいと思います。ということで、次の勝負、 M1 グランプリでございます、皆さん。どっちが面白いのか、ただそれだけです。いいですね。面白い方が勝つ。そういうことだ。では、トラ太郎チームの代表者、加藤大輝 RPG さん、こちらへ。はい。今回は二人で漫才してもらいますからね。では、しんのすけさんチームで、ムチソースと潜入者。さあ、睨み合って睨み合って、どちらが面白いのか。お前らどちらが面白いんだ？じゃあ、先行後攻決めてもらいましょう。どちらからいきますか？おー、お前らがやれよ、と。じゃあ、やりたい、先行やりたい人、ジャンプ。おー、やりたくない。なるほど。じゃあ、潜入者チームから行きましょうかね。ではちょっと会場の方に行きましょう、皆さん。はい、ではいいですか。面白かったら僕らが点数つけますんで、高いチームが勝利です。お、では、潜入者、ムチソースのコンビ、よろしくお願いします。さあ、どうぞ。おっと、弾をかわす潜入者。お、避けられるのか？おー、避けた、すごーい。
すごいぞ、避けたぞ。やるじゃないか。おう、まだまだやるってくれるんじゃないか。まだまだ避けられるんじゃねえか。おわ、いった。うわー、お腹にゴルフボール当たったら痛いよ。大丈夫？あ、痛そう。今のも痛そう。大丈夫？はい、コンビ解消します。はい、ありがとうございました。ということで、潜入者くん、ソスくんでした。ということで、ロイさん、どんな感じでしたか？なるほど、ありがとうございます。すごいニコニコしてましたね。さあ、ということで、続きまして、カド&待機 RPG チームです。どうぞ。はい、よろしくお願いします。お互い見てますね。見てない。上の空ですね。もっと気になっているのか。ん？あれ？何か気づいた？あ、携帯交換してよ。電話番号交換してよ。おお、そういうこと？やだ。嫌だって。悲しいな。お、怖い。ナイフ持ってきたぞ。怖いぞ。あ、携帯教えますと。お、いいね。よかったよかったよかった。じゃあ携帯教えて。はい。怖いね。あ、いい子だよ君。うわ、怖いおじさんだあれ。怖いおじさんだ。あ、いい子だね。あ、猫のも知りたいんだ。あ、猫好き。猫好きなんだな。あ、猫好きなんだ。あ、いいね。猫好きなんだ。猫出てきた。ああ、もう皆さんお気づきかもしれませんが、ロイさんの顔が地獄みたいな顔しております。さあ、ということで、点数の方を発表していきたいと思います。ということで、両者並んでください。ではいきますよ。点数の方いきたいと思います。では潜入者ムチソースチーム、誰あいつ、つまみ出して。え、あいつ何なの。あいつ何なの。おい、パチが言いましたね、今。完全に自分の出番忘れてるやついましたね。ということで。なんであいつ来たの、本当に。なんで。どちらが、勝ったのか。では、ムチソース潜入者チーム、点数は、0点！驚異の数字を出してしまった！勝てる見込みはないぞ。さあ、トラ太郎チーム喜んでおります。ではトラ太郎チーム、2点、僅差で勝負に勝ちました。僅差で勝ちました。ということで、なんとトラ太郎チーム2点獲得しておりますね。さあ、これは一番きついんではないでしょうか。はい、ではそのまま頑張ってくださいねと。続きまして、クイズ大会を行いたいと思います。では、代表者の人、前に出てください。しんのすけチームはザビエル。そして、トラタロチームは、ジューンと。さあ、どちらが問題解けるのか。まあ、お互い頭いいですからね、頑張っていただきたいということで、会場に移りましょう。さあ、二人とも意気込みはありますか？ないみたいですね。おー、でもザビエルさんはあるっぽいですね。いいですね。素晴らしい。順はあまりないみたいだと。ということで、では問題をどんどん出していきます。先に5ポイント手に入れた人が勝利です。いいですね。5ポイント先に手に入れた人が勝ちです。ということで、第1問、てれん、フォートナイト配信者で一番上は案内さんですが、庄司は
上から何番目でしょうか。さあお答えください。さあフォートナイト配信者で僕がどれだけ年上なのかという問題ですからね。さあ簡単ですよ皆さん、意外に簡単ですよね。さあお答えくださいと。はい、ということで順は3、ザビラ5と、てれれ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 自分のことを25だと言っていますが、僕はそうだと思っておりません。ということで第2問、僕のこの後ろの豚、こいつの名前は何。さあ結構簡単ですからね、これは早押しでいっちゃいましょうか。ええ、早押しでいきましょう。早く答えた方が勝ちです。さあ当てられるか。最近までいなかった2人ですからね。お母さん違います。デレ違います。ポーク違います。ヒントは豚料理です。とんかつ。お、純正解、正解です。さあこいつの名前はとんかつです。ええ、そうですそうです。僕がとんかつを食べたらこいつは消えます。いいですね。はい、ということで準チーム2ポイント。さあ残り3ポイントですね、頑張ってくださいね。では第3問、亀がもともとイメージしていたものは何。今で言う亀は、僕がただ単に亀に似てるから亀と言っていましたが、実は他の生物でした。さあそれは一体何。さあ実は本当は亀じゃなかったんですよね、亀ね。うん、実は何だったのか、僕の言い間違いで亀になってしまった。さあ早押しです。ハルク違います。ペペピッコロ違います。さあよく見て、このフォルムをよく見て、カエル違います。さあこのフォルムをよく見て、さあ本当は何をイメージしてこれを作ったのか。ガチャピン違います。タワシ違います。アイコンも違います。オレオ違います。ゴルフボール違います。さあ本当はこいつは何を作りたかったのか。だが僕の一言で間違われてしまった。さあ一体何なのか。カッパ正解。カッパです。本当です。実はカメじゃなく実はカッパだったんですね。だけどパッと見カメに似てるからカメということにしてしまいました。ということでザビルに1ポイント。続きましての問題はなんとこの問題に答えるだけで10ポイント差し上げます。実質勝ちです。予想以上に長くなったのでこの問題で終わらせたいと思います。では第4問、問題です。てるん、僕のチャンネルの総再生数はあとちょっとで丸々再生になります。さあその丸々は何再生。さあ頑張れ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 。1億10億。で答えは10億。ザビエルの勝利。さあもうそうですね、あと2000万再生ぐらいで実は10億再生いくんですよね。皆さんありがとうございます。ということでザビエルチームの勝利。さあザビエルチームの人、ザビエルを迎えに行ってあげてくださいね。はい、さあよかったですね、ここで起死回生1ポイントゲットしましたね。ザビルのおかげでよかったですね。ええ、よかったよかった。続きまして次の問題、問題じゃねえねえわ。次の勝負77、なんとここで僕参入でございます。ええ、余ったベンジャミンと僕で勝負したいと思います。はい、
僕とベンジャミンがやる勝負、それはサスケだ。おお、そうだベンジャミン、サスケだ。今からアスレチックをしてもらう。よし、じゃあついてこい。さあ、ここにアスレチックがガチであるぞ。ああ、もう亀が頑張って作ったんだぞ。うん、じゃあベンジャミン勝負だな。おう、どっちから行く。僕から行けって、しょうがないな、行ってやろう。じゃあまず行くぞ。ういー、ベンジャミンも一緒に来る。来なよベンジャミン、来なよ、来なよベンジャミン、ベンジャミン来なよじゃあ先飛ぶね、ベンジャミン来なよじゃあ飛んでいらへん。うぃあ、ベンジャミン、ほら、来たよ、ほら。ちなみにこれどうする？先にゴールしたか勝利にしよう。ベンジャミン、先に来た方が、やった方が勝ちだ。追加ルール、追加ルール。さあ、行くぞ。危ない！ここ来れるか？飛んだんだけど。うわ、ずるい今の。最後、怖いのがあるんだけど。ベンジャミン先行けよ、ベンジャミン先行けよ。お前いいよいいよ、行っちゃえ行っちゃえ。おお、行けるんだそれ。え、普通に大丈夫なんだ。うわ、怖ー、落ちた。ベンジャミン、もう一回やり直さん。いっせーので、ゴー。うわ、これ見づら、めちゃめちゃ見づらいんだけど。オッケー、行けた。え、どんだけ埋めんのこれ、大丈夫これ。ベンジャミン来れる？もう来た。よし、じゃあ僕な。はい。え？ずるあいつ！オッケー。お、でもベンジャミン見ろよ。これが正真正銘よ。サスケと言ったらなんだよ。そり立つ壁だろ。うん。正直こんなん前菜だよ。これが本番だろベンジャー。よし、行くぞ。うわ、むずい。うわ、むずい、これ。うわ、むずいぞ。なんだ、これ。うわ、むずい。いけんのか、これ。待って。いけるのか。ベンジャミン、行ってみな。そり立つ壁、むずい。うわ、惜しい、今の。惜しい！今の超惜しい！コツは掴んだ、コツは掴んだ。なるほど、なるほど、なるほど。オッケー、オッケー、オッケー。さあ、ベンジャミンいけるか？ベンジャー？まずは、ここ！おっしゃしのすけチームリーポイント、ポッチー。ということは、ちょ一回戻ろっか。では予想外のことに 2-2 で分かれてしまいました。さあ、もうどうしようかなと思うわけですよ。うん、ということで、ここはフェアにロイ君に頼もうかなって思ってます。ではロイ君、この数字を出して、10から5はしんのすけチーム、もし10から5出したら、で5から1を出したらトラタロチームの勝ちでいこう。うん、そっちはランダムでいいでしょ。で0だったらロイ君の勝ち、総取りじゃあロイ君ここに立ってやってもらっていい？さあ、15より上だったらしんのすけチーム、5より下だったらトラタロチームの勝利、お願いします。
お願いします。1位ということでドラタロチームの勝利。イエーイ、やったー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 。ということでドラタロチームにはなんとでん、おめでとう。ということで今回の紅白は以上となります。皆さんお疲れ様でした。そして今年もよろしくお願いしますということで、さよなら。はい、オッケー。ああ、よかった。ああ、よかった、よかった。終わった。はあ、終わった。終わったぞ。ああ、お疲れ、みんな。お疲れ。じゃあ、お疲れ、みんな。お疲れ。お疲れ。賞金